今回のネクスターズは女子ゴルフ界期待の姉妹宮城京さんと優さんが登場。沖縄アマチュアゴルフ界を引っ張る彼女たちの凄さに迫ります。マサマジックのチャレンジマジックは大野山公園からサプライズをお届け。今回も張り切っていきましょう。新時代情熱応援番組ネクスターズ。はい、ということで始まりましたネクスターズです。イエーイイエーイ。この番組は新時代への新たなネクストスターネクスターを探していこうという番組でございます。今日気持ち見てごらん。今日ここ PGM ゴルフリゾート沖縄さんに来てますよ。いや最高だね。今回新たなネクストスターネクスターがいるとの情報を聞きつけパッションさんがやってきたのは恩納村にある PGM ゴルフリゾート沖縄。この場所でネクスターが練習を行っているということで早速向かってみると、綺麗なスイングと正確なショットでピンを狙う彼女たちが今回のネクスター、女子ゴルフ界期待の宮城京さんと優さん姉妹。現在高校3年生の京さんと中学2年生の優さんは小さい頃からゴルフを始め、県内外の大会で好成績を収める姉妹ネクスター。そんな女子ゴルフ界のネクスター宮城京さんと優さんの凄さに迫ります。はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。ではネクスターズは見たことありますか？あります。何度も。はい、本当？ゆうちゃんは？あります。本当に？今嘘ついてるでしょ。あります。本当？はい。まあ、それぞれね、まあ、姉妹でねゴルフをやってるってことなんだけど、お姉さんの京さんは何年ぐらいやってるんですか？もう自分は今年の夏で12年目ですね。12年。え、ゆうちゃんは6月で9年ぐらい6月で9年。じゃあもうほぼ9年だね。自分のその強みというかこういうところはなんか他の選手よりもなんか持ってるのかなって感じる部分って何？最近は悪天候にすごい強いです。ああそうなんだ。はい、結構もう暴風とかもう台風みたいな暴風の時とか雨降った時とか結構スコア出ますね。ああそうなんだ。はい、なるほどね。ゆうちゃんはどういったところを自分の強さを感じるの？よく言われるのがメンタルが強い。ああそうなんだ。どう、お姉ちゃんから見て妹の強さってどういったところ？いやもう言った通りですね。ああ何考えてるんだろうこの人みたいな。ああそうなんだ。はい、ちなみには2人以外にも兄弟いるの？まいないです。あもう2人なんだ。姉妹だ。はい、仲いい？京さんと優さんの2人は読谷村の出身。友達の誘いもあり姉の京さんが6歳の頃にゴルフを始め、その姿を見ていた妹の優さんも5歳からゴルフを始めました。慎重な性格の京さんに自由奔放な優さん、性格が全く違うという2人ですが、ゴルフに対しては真剣で一生懸命練習に取り組んだ2人はみるみる実力をつけ、県内外でも好成績を収める選手になりました。そんな宮城姉妹の実力を確認すべく我々も練習ラウンドに同行させてもらうことに。いやー、2人がどんなゴルフを見せてくれるのか楽しみですね。じゃあね、2人のお手本を見せていただこうかな。はい、こっちは、左ドッグレッグって言って、うん、ちょっと真正面よりもこの目指すこの穴の位置が結構左側に、うん、ホールがあー、ね、カップがあるのね。はい、あなるほどね。じゃあここから直接グリーンは見えないコースなんだ。あ、まあ、そうですね。なるほどね。ってことはだからそのちょっと工夫して次の2打目に打ちやすいようにしなきゃいけないってことだね。はあ、はあ、なるほど。じゃあなかなか難しそうなコースだね。いけるここ？大丈夫？大丈夫です。本当？ゆうちゃん大丈夫？はい。いろんな意味で大丈夫？はい。それ大丈夫です。今のところ不安しかないけど大丈夫？はい。大丈夫。先にティーショットを打つのは姉の京さん。注目の1打目、はい、果たして。おーいしょ、すげえ。
ぼ狙い通りじゃん。おーすげえ。すげえ。狙い通りだね。狙い通りでしたね。すげえ。自分あの行き過ぎてちょっと。すごいね。いやびっくりしました。ね。続いて打つのは妹のゆうさん、姉のきょうさんに続けるか、果たして。おお一緒、いやほぼ一緒のとこじゃん。すげえ上手だ、すごいね。いや距離分かった、大丈夫、まだまだ大丈夫。2人ともほぼ同じとこじゃん、すごいね。2人が打ったボールは狙い通りの場所に。いやー2人ともさすがですね。そしてピンまでおよそ180ヤード、絶好の位置からの2打目。お乗るか、あれやばい、行くんじゃないこれ、乗るんじゃない。おお素晴らしい、おお乗ったっぽい、乗った、すげえ。どうしたの、ゆうちゃん今日どうしたの、すげえじゃん。何すげえじゃん、乗ったじゃん、出ましたね。やーべ、めっちゃナイスショットだったよね。今ブッピーに向かってますね。吸い付かれる、なんか吸い込まれるように言ったね。すげえ、おいお。ゆうさんのスーパーショットに続き、きょうさんもしっかりカップが狙える位置に。いやー2人ともすごいですね。いいね、2人ともすげえな、すげえだけど、ちょっとおじさん感動してんだけど、すげえ。2人の凄さにパッションさんも感動、これはイーグルにも期待しちゃいますね。さあこの後はマサマジックのチャレンジマジックに、宮城姉妹のイーグルトライ。世界から注目されるマジシャンマサマジックが県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、マサマジックのチャレンジマジック。前回に引き続き大野山公園からサプライズもお届け。カードは全部バラバラです。 OK、 はい、じゃあいいですか、取ってもらって何でもいいです。で、このカード僕見ても構わないです。表向きにしてそこに大きく大きく名前書いてください。大丈夫？ OK、 ペンもらいますね。ちょっとよく見せてね。リクのカードを大体真ん中あたりに入れて指を一回鳴らす。そうすると手なも持ってないでしょ。俺ポケットに1枚カード入れます。これさっきのリクのカードだったらすごくない？選んだカード何だったっけ？スペードの4。リクってすげえ。取って、すげえ。カメラにしてもう一回いくよ。はい、よく見せてよ。はい、入れるさ、確認ね、入ってんね。はい、大丈夫。はい、途中まで入れてグッと押し込むさ。はい、これだけ。僕触らないんでちょっと手突っ込んで撮ってみて、でカメラに見せて。あれちゃんと撮った？撮って、失敗ですか？あれAmazing! サプライズ大成功、不可能を可能にするマサマジックのサプライズ。次回もあなたも驚かすこと間違いなし。皆様楽しんでいただけましたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 新時代情熱応援番組ネクスター。今回のネクスターは、綺麗なスイングと正確なショットでピンを狙う女子ゴルフ界期待の姉妹、宮城きょうさんとゆうさん。読谷村出身の2人は小さい頃からゴルフを始め、
県内外の大会で好成績を収める姉妹ゴルファー。そんな宮城姉妹の凄さを2人のゴルフ指導を行っている赤さんに聞いてみると、どうなんですか、この宮城姉妹はもうどのぐらい見てるんですか。そしてもう2人とも6年7年ぐらいありますかね。なるほど、はい、どういった経緯でまた出会いがあったんですか。まあ、僕の方がスクールやっておりまして、はい、そこにまあ体験で来て、はい、もらったことが初めです。なるほどね、はい、どうですかね、もう赤さんから見てこの、はい、2人の特徴とかいろいろストロングポイントとか教えていただきたいなと思って。まあ、お姉ちゃんのは、まあ、身長派ですので小技をしっかり磨いて、うん、もう丁寧に丁寧にっていう、なるほど、まあ、プレスタイル、もうまさしくもう言動がそういう感じを、ね、連想させますね、はい、で妹のユの方はもう本当にパワーゴルフになりますので、あまだ小技は荒削りなんですけども、うもう本当パワーでどんどんいくっていうタイプですから、ね、まあ、将来的にはすごい楽しみがありますね。なるほどね、はい、どうですかね、まあ、これからの2人にはどういった選手になってほしいですかね。まあ、本当にプレーもそうなんですけども、もう本当にみんなに憧れるような、うん、はい、やっぱ沖縄の代表になってほしいぐらいですので、うん、そうですね、本当に皆さんに憧れるような選手になっていただきたいですね、はい、本当にね。これからも2人の活躍に期待しているという赤さん。6月や7月にも大会を控えているという宮城姉妹、九州や全国大会でも自分のプレーを信じて勝利を勝ち取ってもらいたいですね。我々も応援しています。宮城姉妹の凄さを確認すべく練習ラウンドに同行したパッションさん。するといきなりスーパーショットを連発し、パッションさんが感動するほどのプレーを見せる2人。そして2人ともイーグルチャンスを迎えます。2打少なくカップに入れるプロでも難しいとされるイーグル。まずは京さんから挑戦。あ、でも面白いとこ行ったね、面白いとこ行ったね、いいね。お次はユウさんのイーグルトライ。カップまではおよそ2メートル。平常心で打つことができるか、果たして。これ頑張ったらいけるでしょ、この距離。ゴルフリゾート沖縄の皆さん、取材へのご協力ありがとうございました。女子ゴルフ界のネクスター、宮城京さんにユウさん、これからもゴルフの技術に磨きをかけ、大きな目標に向かって頑張れ。はい、じゃあそれは目標を聞かせてください。はい、姉妹で世界で活躍するプレイヤーになります。あ、そうだね、いや、そうなってほしい、マジで。ゆうちゃん、どういった課題をクリアしていかないといけないと思う？やっぱ自分は結構妹と比べたら全然メンタルとかも弱いっていうか、こう気持ちの上下がすごい結構ある大会とかであるので、まあ抑えるっていうよりは、まあそれがなくなるぐらいこう自信を持ってプレーできるように練習したいですね。まだスコアが安定してなくてバラバラが多いので、うん、スコア安定させてで行きたいです、はい、そうだね。宮城京さん、そしてゆうさん、これからも大きな目標に向かって頑張ってください。せーの、 We are next star! 頑張れー、 イエーイ。そしてこの放送をもう一度ご覧になりたい方は沖縄テレビ公式 YouTube をチェック。過去の放送や未公開シーンもあるかもしれないので、気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。
いやね、せっかくだからほら、パターのフィーだからパターやらで行こうよ、今日パターやらで。おー、うん、先生、パター教えてください。エロさんは、身長が大きいから結構かがむと、かがむっていうか、結構こう状態を低くして打つと結構安定しやすい。ああ、そうなの。はい、よくね。こうなんだろう、こう構えるよりなんか状態を、そうです、そうですね。結構身長が大きい方とか結構その方が安定します。そうなんだ。はい、肩をまっすぐ持ったらそのままこのまっすぐのままこう、そうですね、そうですね。あと下を浮かしちゃうと、この面が出ないですか。面がこう浮いちゃうと開きやすいです。ああ、なるほどね。右に出やすいんですよ。そうですね。ああ、なるほどね。あ、そうなの。おお。浮かさないと当たりそうだけどな。そうですね。大体300何十ヤードぐらい。数で3ぐらいの長方形ぐらい。こっち？はい、あ、こっちか。遠いな。遠いなこれ。マジで？はい、いや、もう行く、もう一発目で決めるぐらいで行くよ、もちろん。待ってください。よっしゃ、あ、いい感じ。あー、なるほど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 。おー、まだ足りないね。オッケーオッケー、行くよ。待ってください、入ります。大丈夫です。さっきショートしてんだよね、あそこで。ほら、強気。惜しい、くそー、惜しい、やばい。いえ、今ライン乗ってました。ねえ、乗ってたね。行ってました。やべ、良かったです、良かったです。やべ、一気に緊張してきた。よっしゃ、いや、行けます、大丈夫です。行ける行ける、大丈夫大丈夫。だってネクスターにいっぱい会ってきたんだから、俺大丈夫。俺たくさんネクスターに会ってきたんだから大丈夫大丈夫。いい感じ。あー、やばい。惜しい、惜しい。うそー、あと2球あれば入りますね。そうだな、まあまあしょうがない、もうちょっとやることあるな。またはやられなれずだな。